ピチナナにした途端よう超えてますね、この時期。おはようございます。フィールドテスターの山本です。今日は愛媛県の大津上エリアのピラミッドという磯に来ました。まあ、シーズン、ね、11月初旬なんでまだまだグレが、ね、バンバン釣れるっていう状況ではないんですけど、まあ、今日はこの磯でグレに限らずいろんな、ね、でっかい魚を釣って竿を、ね、ぶちまけたいと思います。よろしくお願いします。タックルを紹介します。竿はモンスターホース口太53です。でリールはトーナメント 3000XH、 ハンドルをね SLP ワークスを使用しています。道糸はこの秋出たマックスガンマ2、非常にね視認性のいいめちゃくちゃスレに強い糸です。でハリスはクロスリンク 1.75 号です。で針はマルチの5号、で浮きは G2 です。でハリスにね G2 と G6 のガンダマを売っています。今日はねこれからこのタックルでスタートします。ちょっとあの辺のねちょっと潮が複雑なところあこをねちょっと攻めてみたいと思います。行ってきます。来たおじさんこの流れに引かれて潮がふーって潜っていく感じやね。ちょっと重り外します。イスズミがだいぶ出てきました。これはグレっぽいんちゃうんかな。グレですよ。よし、いたんですね、スズミに混じって。上様いたらこう沖から当たってきてそこを行ってあの本流に流れてる感じなんやけど、もうそこの方でイスズミに混じってね、もうグレー見えてなかったんやけど降りました。うわーキツだらけ。ちょっと固めのハードタイプでねものすごく強いんですよ。ちょっとこの2号ででっかいスズミにチャレンジします。結構ねイスズミに見破られてる針をねキープの5にしたんですよ。ちょっと重たい針、そしたらちょっと餌の動きが不自然で餌つついてるけど持ってこないですね。あれ潔はおったかな大津上はねジャンボ潔ってこれの50近いんがね釣れることもあるんですよ。これもなかなかいい方。結構そこに潮が入っていくけん浮きすぐ沈むんでね、重りは4号、浮き G2 に重り4で針が 5.5 です。
おお、なんだこれは。グレだね、これ。やった、釣れた。先手がちょっとだけ大きいかなっていう。あんなところでちょっと浮き気味でいましたね、流れの下で。木彫りのグレとちょっと形がちゃうでしょ。グレや。またグレやった。バチャーってなるんは石積みなんですよ。でグレがおるところもあるんやね、ちょっとヨレのところで。まあ左から右に流れる本流に対してね、こう手前の潮が引かれていくんですけど、もうこの流れる際を餌がスーッとこう本流に引かれるようなところね、こういうとこ浅めにやったらこういうグレが浮いてるような感じです。でちょっとポイントずらしたらもう石積みばっかり。これリールね、今更ですけどモノコックボディになって、さらにねこの本流巻いてくるんでも巻き上げが軽くなりましたね。流れの中ね、もっとグレに限らずいろんな魚がねヒットしてくるかと思ったんやけど、ちょっと今日は流れの中ではないみたいな感じですね。なんかね、流れの下で先ずれたようなグレが結構浮いてるんじゃないんかなと思ってね。で3匹とも当たりがそんなに出なんだんですよ。だからまあ浮いてて脇グレじゃないけどパクパクしてる感じなんで、ちょっと針数175に戻して、針もちょっと小さめでね、軽い仕掛けで。ただ流れが複雑なけん軽い仕掛けだったらなかなかなじまんからね、まあ、上手に仕掛け入れる場所とか考えて当たりを出したいと思います。要はシーズン初めのこの時期ね、沖から脇ぶれの団体が入ってきて、でそれがまあ各磯についていくんですけど、まあ、こういう運がちょうど入ってきてるんかも分かりません。なんかちょっと怪しいんですよね、ぶれが降りそうな感じするけど。いましたね。やっぱ浮いてますね。はい、10時40分過ぎました。ちょうどね、先ほど船長さんが来て、これから潮が変わるから反対側行こうって言って、まあ、さっきのピラミッドの
裏側、南側の方にね連れてきてもらいました。まだ引き潮が行ってるんですけど、これから徐々に満ち潮がこっちの沖の方向かって流れ出すと思うんでね、その本命の潮が来たらでっかいの釣ります。まあ、前回の、ね、トーナメントでかなりパワー感あったんですけど、本当モノコックボディになってギアも大きくなってボディの剛性も上がってるんで、もうすごいね軽い力でパワフルになってますね。で逆転のこのスムーさも、うちの重さでねこれで逆転するぐらいね、ものすごい軽く逆転します。でこれね SLP のハンドルとノブ、パワーライトノブの M っていう、これすごいんですよ。でかい魚来た時ベッとこう掴む、パーミングできるからね、一瞬を逃さない。なんか優しい引き、めっちゃ貝らしく見えますね。やっぱり。お、イサギだろうな。でも、このリールのねパワーがすごい、流れの中から今イサギを捨ててきてるんですけど、モノコックボディになってさらにねパワーアップした感じでね、ものすごく軽い力で負けます。よいしょ、多分イサギもびっくりしてますよ、スイスイ巻かれたからな。うんっていいよ。磯はきれいにして帰りましょう。お疲れ様でした。いやー、いろんなね魚が来てくれて竿をねいっぱい曲げることができました。前半はねグレがまあ40ないぐらいのグレーなんですけど何匹か釣れて、後半の足場はねイスズミの下を狙うとイサキが連続で食ってきてくれました。まあこれからねあの磯釣りだんだん本番になると思うんですけども、ぜひ皆さんこの放送が流れる頃にはこの追いつかみも絶好調と思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。